よう、みんな、マリサだぜ。今日は、ちょっとホットな話題を取り上げるぜ。あら、マリサったら、今日はなんだか凛々しいわね。一体どんなお話かしら？実はな、韓国の F-35 戦闘機にまつわる、ちょっと厄介な問題が持ち上がってるんだぜ。整備不良でアメリカとの関係が悪化してるって話もあるんだ。ええ？韓国の F-35 って、最新鋭の戦闘機じゃない、そんな大事なものが、整備不良なんて、一体どういうことなのかしら？そうなんだよな。そこで今日は、韓国の F-35 整備問題について、詳しく解説していくぜ。最新の戦闘機をめぐる、国際的な駆け引きや裏事情なんかも、わかりやすく説明していくから、楽しみにしててくれよな。あら、面白そうね。マリサ、今日は頼んだわよ。おう、任せとけって。それじゃあ、みんな最後まで、ゆっくりしていってね。まずは、韓国の F-35 戦闘機が、どんな問題を抱えてるのかって話から始めようかな。韓国の F-35 って、なんかトラブルが多いって聞いたわよ。そうなんだぜ。実は韓国の F-35、整備不良がかなり深刻化してるんだ。整備不良？最新鋭の戦闘機なのに、そんなことってあるの？そう思うよな。でも、実際に韓国の F-35 は、飛行中にシステムエラーを起こしたり、部品が故障したりするトラブルが頻発してるんだぜ。ええ？そんな状態で飛んでるの？怖いわね。だろ？しかも、韓国空軍は、これらのトラブルに対応できるだけの整備能力を持ってないんだ。ええ？じゃあ、どうしてるのよ？それが、アメリカに頼らざるを得ない状況なんだぜ。F-35 の製造元であるロッキード・マーチン社は、韓国に整備拠点を置くことを拒否してるから、修理や部品交換が必要な場合は、アメリカに送り返さなきゃいけないんだ。あらあら、それは不便ね。そうなんだよな。しかも、アメリカに送り返すとなると、時間も費用も大幅にかかっちゃうんだ。韓国にとっては、大きな負担になってるってわけだ。なるほどねー。で、この整備問題が、アメリカとの関係悪化につながってるって話なの？その通りだぜ。アメリカは、韓国に F-35 を売却する際、韓国自身が整備できるよう、技術支援を行うって約束してたんだ。あら、そうだったの？ああ。でも、韓国は、それをできてないんだ。整備能力が不足してるせいで、アメリカに頼りっぱなしの状態が続いてる。韓国ったら、ちょっとだらしないわね。だな。それで、アメリカは、韓国の対応に不満を抱いてるんだぜ。整備できないなら、F-35 の追加売却はしないぞって圧力をかけてるって話もある。あらら、韓国、大丈夫かしら？どうだろうな。このままじゃ、韓国の F-35 は、ただの飾りになっちゃうかもしれないぜ。あら、それは大変ね。でも、マリサ、なんで韓国は、整備能力を向上させられないのよ？それはな、いくつか理由があるんだぜ。まず、F-35 は、非常に高度な技術が使われてる戦闘機なんだ。それを整備するには、専門的な知識や技術を持った人材が必要になる。でも、韓国には、そういう人材が不足してるんだ。それに、F-35 の整備には、専用の設備や工具も必要になる。これも、韓国には十分に揃ってないんだぜ。なるほどねー。それで、整備ができないのね。そういうことだぜ。さらに、韓国は、F-35 の整備に関する情報を、アメリカから十分に得られてないって話もある。ええ？なんで？アメリカは、F-35 の技術が、中国やロシアに漏れるのを警戒してるんだ。だから、韓国にも、すべての情報を提供してるわけじゃないんだぜ。なんか、難しい話ね。そうだな。でも、これが、韓国の F-35 整備問題の現状なんだぜ。それで、韓国の F-35 整備問題って、日本には関係ない話なの？いや、そうとも言えないんだぜ。実は、この問題、日本にとっても、ちょっと気になる話なんだ。ええ？どういうこと？実は、日本も F-35 を導入してるんだけど、その整備は、国内の整備拠点で行ってるんだ。へえ、日本は、ちゃんと整備できるんだ。そうなんだぜ。日本は、F-35 の整備に必要な技術や人材を、きちんと確保してるんだ。さすが日本ね。だろ？で、韓国の F-35 整備問題を受けて、日本国内で、韓国の F-35 の整備を、日本が肩代わりするべきだっていう意見が出てるんだ。ええ？なんで？いくつか理由があるんだぜ。まず、日本が韓国の F-35 を整備すれば、韓国の整備能力向上に貢献できる。そうすれば、韓国の F-35 が、より効率的に運用できるようになる。
それに、日本が韓国の F-35 を整備すれば、日米間の安全保障協力が強化されるって期待もある。F-35 の整備を通して、3カ国の連携を深めることができるってわけだ。なるほどねー。さらに、日本が韓国の F-35 を整備すれば、日本の防衛産業にとってもメリットがある。F-35 の整備で得られた技術やノウハウは、日本の防衛力強化に役立つ可能性があるんだぜ。へえ、いいことずくめじゃない。そうなんだよな。でも、一方で、韓国の F-35 を整備するのは、リスクが高いっていう意見もあるんだ。リスク？どういうこと？韓国の F-35 を整備するとなると、日本の技術や情報が、韓国に流出する可能性がある。ええ？それはまずいわね。だろ？それに、韓国の F-35 を整備することで、日本の整備がおろそかになるって懸念もある。確かに、それは困るわね。そうなんだよな。だから、韓国の F-35 を整備するかどうかは、慎重に判断する必要があるんだぜ。そういえば、ニュースで F-35 の整備拠点って言葉を聞いたわ。あれって、どういうことなの？お、いいところに気がついたな、霊夢。実は、F-35 の整備拠点ってのが、今回の話のキーポイントなんだぜ。へぇ。で、その整備拠点って、何なのよ？F-35 の整備拠点は、F-35 を整備するための特別な施設のことだ。高度な技術や設備が必要になるから、世界中に、そうたくさんあるわけじゃないんだぜ。ふーん。で、最近、韓国が、アジア太平洋地域における F-35 の整備拠点に認定されたんだ。ええ？韓国が？そうなんだぜ。これは、韓国にとって、大きなメリットになる話なんだ。メリット？どういうこと？まず、韓国は、自国の F-35 を、国内で整備できるようになる。アメリカに送り返す必要がなくなるから、時間と費用を大幅に削減できるってわけだ。なるほどねー。それに、韓国は、アジア太平洋地域の他の国々の F-35 も、整備できるようになる。つまり、整備拠点になることで、韓国は、大きなビジネスチャンスを得ることになるんだぜ。へぇー。韓国、ちゃっかりしてるわね。だな。で、この整備拠点の認定が、日本にとっても、ちょっと気になる話なんだ。気になるって、どういうこと？日本も、F-35 の整備拠点国なんだ。そうよね。ああ。日本は、F-35 の整備に必要な技術や人材、そして、実績も十分に持ってる。そりゃあ韓国と比べれば雲泥の差があると思うわ。アメリカがなぜ認定国に認めたのかは不明だが、韓国との関係強化を重視した可能性がある。韓国を整備拠点にすることで、韓国の防衛力強化を支援し、アジア太平洋地域におけるアメリカのプレゼンスを高める狙いがあるのかもしれない。なるほどねー。さらに、韓国は、日本よりも、整備費用を安く抑えられる可能性がある。人件費や土地代が安い分、韓国の方が、コスト競争力があるってわけだ。なんか、悔しいわね。そうだな。こんな近隣に F-35 整備拠点が2カ国になってしまうとは。なんだかイライラしちゃうわ。それにしても、韓国が F-35 の整備拠点になったってことは、アメリカは、F-35 の整備を韓国に頼ることになるの？いや、それはないぜ。日本は、整備能力の高さから圧倒的に米国の信頼を勝ち取っているからな。そうだったわね。でも、韓国が整備拠点になったことで、日本は、いくつかの影響を受ける可能性があるんだ。影響？どういうこと？まず、韓国が整備拠点になったことで、日本の防衛産業は、ビジネスチャンスを失う可能性がある。韓国が、価格の安さからアジア太平洋地域の F-35 の整備を独占すれば、日本の企業は、その恩恵を受けられなくなるかもしれないんだぜ。それは困るわね。だろ？それに、韓国が整備拠点になったことで、日本の安全保障上のリスクが高まる可能性もある。韓国に、F-35 の整備情報を握られる可能性があるからな。ええ？それはまずいわね。ああ。韓国が、その情報を、中国やロシアに漏らす可能性だって、ゼロじゃないんだぜ。怖い。そうなんだよな。さらに、韓国が整備拠点になったことで、日米間の安全保障協力に、影響が出る可能性もある。F-35 の整備をめぐって、日韓の間で、摩擦が生じるかもしれないんだぜ。なんか、いいことないわね。そうだな。韓国が整備拠点になったことは、日本にとって、決してプラスのことばかりじゃないんだ。それで、日本は今後、どうすればいいのよ？このまま、指をくわえて見てるだけなの？いや、そうも言ってられないぜ。日本は、今回の件を教訓に、F-35 の整備能力を、さらに向上させていく必要があるんだ。整備能力を向上させる？具体的には、どうすればいいのよ？
まず、F-35 の整備に必要な、専門的な知識や技術を持った人材を、もっと育成していく必要があるな。ふーん。それに、F-35 の整備に特化した、専用の設備や工具を、もっと充実させていく必要もある。なるほどねー。さらに、アメリカとの連携を強化し、F-35 の整備に関する情報共有を、もっと積極的に進めていく必要もあるぜ。なんか、大変そうね。そうだな。でも、日本が、F-35 の整備能力を向上させることは、日本の防衛力強化に、大きく貢献するはずなんだぜ。そうよね、日本は、もっともっと強くなるべきだわ。その通りだぜ、日本は、自国の安全保障を、自らの手で守るという強い意志を持って、F-35 の整備能力向上に取り組んでいく必要があるんだ。わかったわ、マリサ、今日は、ためになる話を聞かせてくれてありがとう。ふふ、1000円でいいぜ。褒めて損したわ。本日のお話はここまでだぜ。韓国の F-35 整備問題、なかなか複雑な話だったわね。だな。整備不良、アメリカとの関係悪化、そして、整備拠点の認定、韓国は、F-35 をめぐって、様々な問題を抱えてるんだ。日本も、F-35 の整備能力向上に、力を入れていく必要があるのね。その通りだぜ。日本は、自国の安全保障を、自らの手で守るために、努力を続けていく必要があるんだ。よかったら、チャンネル登録・高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。